柳田国を、柳田国を、柳田国を、1875年、明治8年7月31日から1962年、昭和37年8月8日は、日本の民族学者、官僚、明治憲法下で、農務官僚、貴族飲食官庁、終戦後から廃止になるまで、最後の数密顧問官などを務めた。百四十九年に本学新院、会員、 1951年文化勲章受賞。1962年訓一等旭実大受章、没事少女。日本人とは何かその答えを求め、日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行し、初期は山の生活に着目し、党の物語で、願わ学はこれを語りて、平地人を先立せしめよと述べた。日本民族学の開拓者で、 多数の著作は今日まで重版され続けている。1875年、明治8年7月31日、鹿間県、兵庫県上美東郡田原村、辻川、現、兵庫県神崎郡福崎町辻川生まれで、最晩年に名誉町民第1号となった。父は、儒者で医者の松岡三章、母、竹の六夫、男ばかりの八人兄弟として出生。 辻川は、兵庫県のほぼ中央を、北から南へ流れる市川が山間部から、晩秋平野へ抜けて間もなく、今葉街道と交わるあたりに位し、古くから農村として開けていた。地の辻川は京から鳥取に至る街道と姫路から北上し、幾野へ至る街道とが十字型に交差している地点に当たるためと言われ、そこに聖果があった。聖果は街道に面し、 様々な花を植えており、白桃、八重桜などが植えられ、道行く、人々の工場に登るほど美しかった。成果は狭く、国尾は、私の家は、日本一小さい家だったと言っている。家が小さかったことに起因する悲劇が幼き日の、国尾に強い影響を与え、将来的にも大きな影響を与えた。父、三竿は、旧幕時代、姫路藩の樹舎。 角田心蔵の娘婿、田島家の弟として一次席に入り、田島賢治という名で、神種参考や、高校堂という学校で修学し、医者となり、姫路の熊川社、優先社という長学校の社主として1863年、文久3年に赴任した。明治初年まで相応な暮らしをしたが、維新の大変革の時には予期せざる家の変動もあり、三沢の悩みも激しかったらしく。 一時は、ひどい神経衰弱に陥ったという。幼少期より、非凡な記憶力を持ち、十一歳の時に、地元、辻川の旧上木家に預けられ、その膨大な蔵書を読破し、十二歳の時、医者を開業していた長男の家内に引き取られ、茨城県と千葉県の境である下宇佐と根川べりの、深川、玄、と根町に住んだ。記事とは異なったと根川の風物や貧困に 人たちに強い印象を受ける。徳万寺という寺では、まびき絵馬、母親が、産んだばかりの我が子の命を奪っている姿を描いて、いるを見て、終生忘れることのできない衝撃を受ける。また、林家の小川家の蔵書を乱読した。16歳の時に、東京に住んでいた三阿に井上道康、帝国大学医科大学に在学中と同居、図書館に通い読書を続ける。 三兄の紹介で森大外の門を叩く。十七歳の時、尋常中学教立学校、後の改正高等学校に編入学する。この年、田山課題を知る。翌年、育文館中学校に転校し進級する。十九歳にして第一高等中学校に進学、青年期を迎える。東京帝国大学法科大学政治科、現。 東京大学法学部政治学科卒業後、明治33年、1900年に、農商務省に入り、主に、東北地方の農村の実態を調査、研究するようになる。井上道康の紹介により、森大外と信仰を持ち、しがらみ増しに作品を投稿、また、道康の世話で敬遠派の歌人、松浦達夫に入門する。第一高等中学校在学中には、 文学界、国民の友、帝国文学などに投稿する。1897年、明治三十年には、田山家帯、国木田ドッポラと、序上詩を出版する。ロマン的で純情な作風であった。しかしこの当時、秘伝に悩んでおり、家帯にだけ、これを打ち明け、家帯はそれを小説にしていた。飯田藩出身の柳田家に養子に入り、恋と文学を諦め、 感慨に進んだ後も、田山家隊、国木田ドッポ、島崎東村、貫原有明など文学者との交流は続いたが、大正時代に入ったあたりから、当時の文学、特に自然趣味や私小説のありようを次第に剣をし、決別していった。東京帝国大学では、農政学を学び、農商務省の高等官僚となった後、公園旅行などで東北を中心に、 地方の実情に触れるうちに次第に民族的なものへの関心を深めていく。また、当時欧米で流行していたスピリチュアリズムの影響を受け、日本でも起こっていた海岸ブームのさなかで当時新進作家だった佐々木然と知り合い、岩手県東野の佐々木を訪問して、東野物語を執筆する。他に、宮崎県、椎葉などへの旅の後、郷土会をはじめ、雑誌、 共同研究を創刊する。民族学が独自の領域と主張を持つための下準備を着々と進めていった。下牛校での方言集権論、共同生活研究法における重質立証法などで日本民族学の理論や方法論が提示されるなど、昭和初期は日本民族学の確立の時代であった。一方で、山村調査、海村調査をはじめとする。 全国各地の調査が進み、民族採集の重要性と方法が示された。以降、日本人は何であるかを見極め将来へ伝えるという大きな問題意識を根底に内政の学として位置づけられてきた。郷土生活の研究法、1935年において在来の私学の方針にのっとり、今ある文書の限りによって郷土の過去を知ろうとすれば、 最も平和幸福の保持のために努力した町村のみは無歴史となり、我が国の農民史は一期と災害との連鎖であったごとき、印象を与えずんばやまぬこととなるであろうと述べている。ここでは、文献史学においては、転居とする資料そのものに、偏りが生まれるのは避けられないとしており、それゆえ、公文書などに示された一期や災害と関わる民衆の姿をそこで確認できたとして、 その生活文化相対は決して見えてこないという認識が示されている。常民の生活文化史の解明を目的とする民族学にとっては文献資料にのみ拠することには限界と危険が伴うのであり、それゆえフィールドワークによる民族資料の収集が重要だと論じている。また、柳田は日本民族学1942年において民族学は 微細な事実の交渉から出発するとし、随筆や気候文等との際からも、各なる学的立脚を求め、計画調査を重要視した。柳田の問題意識と関心は、常に歴史学と歴史教育にあった昭和初期に柳田自身、長野県東地区間教育会で青年と学問と題視講演した際、自分たちの一団が今熱中している学問は、 目的においては多くの歴史家と同じ。ただ方法だけが少し新しいのである。また、日本はこういうフォークロアに相当する新しい方法としての歴史研究をなすには大変に恵まれたところであると述べている。例えば、ヨーロッパでは千年以上のキリスト教文明と民族大移動。そしてまた、近代以降の産業革命の進展のためフォークロア、民間伝承。 民族資料の多くが消滅ないし散逸してしまっているのに対し日本ではそのようなことがなく現実の至るところに多くの痕跡が残っているというのである。言い換えれば日本にはフォークロアを歴史資料として豊かに活用できる土壌があるということであり柳田民族学とはこのような民間伝承の歴史研究上の有効性を 所与の条件として構築されたもの言うことができるのである。また、東北地方や沖縄を様々な観点から詳細に調査したことから、東北と沖縄こそが柳田民族学の出発点であり、古き日本の神話や伝説が今も生きる地域の共同体とした。柳田の日本民族学の祖としての功績は非常に高く評価できる。柳田の研究に影響を受けて、 民族学者となった宮本常一は、柳が同様にフィールドワークによる民族資料収集を基礎とし、多くの研究を残した。さらに、宮本の研究は、網野義彦によって歴史学の分野でも注目を集めた。近年では、柳がを学者として捉えるならば、その学説は主者選択されるべきものであるとの意見も一部に見える。著作の書士解説。 あくまでごく一部で、品切れ、絶版を多く含む。氷電研究は数百冊を数える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。